さあ皆さん、長文読解の授業がやってまいりました。皆さん、以前からお伝えさせていただいていることなんですが、皆さん、大切なのは、皆さん、言い換えを探すことですからね。長文読解では、言い換えが重要というところです。そして、その言い換えはじゃあ、どっから見つかるんですかって言われたら、皆さん、一文の後半。後半をしっかり見てくださいね。そして、それをもう少し詳しく言うと、このあたりですね。そして、さらに、このあたり。このあたりをしっかり見ていただきますとヒント、見つけやすくなりますので、この後実演に行きます。さあ皆さん、文化構想学部行ってみたいと思います。では本日の長文の全体像ですが、段落は6つ、そして空所補充問題7問行ってみたいと思います。でもちろんその空所補充問題のポイントは先ほどもお伝えしましたが、その空所の前後と、そして各選択肢の言い換えですよね。それを探し出すことができれば正解にたどり着きます。そしてそのヒントとなるところは、皆さん情報構造と、そして皆さん折に触れて言っておりますが、皆さん対比がかなり重要ということでよろしかったかと思います。そして皆さん、対比を具体的に言うと、皆さん、バットとか、ハウエバーとか、ウニャネタガーと言われるゾウですよね。ですから皆さん、この対比を含んでいる文章中、これがヒントにもなってきますので、頑張っていきましょう。さあ皆さん、選択肢はこんな感じになっております。で皆さん、後半はこんな感じでございます。この後本文に行きますね。さあ皆さん、第一段落でございます。皆さん、一読をしていただいた後、この空欄25番ですね、これに皆さん選択肢の ABC が入るかどうかを検討していただけるとよろしいかと思います。で皆さん、ありがたいことにですね、エクスペリメンティング、実験の話がありまして、これと言い換え可能なものが見つかりますよね。もしくは空手の右側の All the various plastic 点点点、この辺もヒントですよね。ですから正解は C ですよね。皆さん、such experiments という表現がございますので、それを皆さん空欄25番に入れるとこうつながっていきますよね。ですから言い換え可能ということでよろしいかと思います。そして皆さん、文末の vast number ですね。大量。それが皆さん、この all the various というところですね。多様なってところと皆さん、しっかり言い換え可能でございますので、答えはやっぱり C ですね。で皆さん、答えの根拠となったところは、例えばこれだったら B 動詞の右側。そして、これですね。前置詞の右側ということで、情報構造バッチリです。さあ皆さん、続いて第2段落でございます。皆さん、一読して、この空欄26番ですね。に入れるもの、今皆さん見えてる選択肢4つあるかと思いますので、まずはこれが入るかどうか考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、ヒントはマラリアですよね。ここにマラリアがいるということは、あれが正解ですよね。もちろん正解は A ですよね。ですから、マラリアのプレゼンス、存在があるからこそ、そのマラリアを何とかする薬が開発されましたということで、皆さん言い換え可能ですよね。で、もちろんヒントにしたのは、前置詞の右側ということで、情報構造バッチリです。さあ皆さん、続いて第3段落でございます。皆さん、まず空所27番ですね。これに入れることができそうな選択肢考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、念のため、この下 G と H もお見せいたします。で、皆さん、解説の都合上、選択肢ちょっと上に移動させております。皆さん、これで検討していただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、今日一番最初にお伝えいたしましたが、皆さん、このゾウですよね。ウニャウニャだがということで、対比を示す語句ですが、この対比を含んだ文章がヒントになってるかと思いますよ。皆さん、come up with の言い換えがあるんじゃないですかね。で、皆さん、もしくは段落の一番最後、この波線を引っ張ったところですね。世界で大発明を起こしてますよね。これの言い換えが見つかるかと思います。もちろん正解は H ですよね。
例えば、インサイト、洞察力。これは皆さん、カムアップウィズ思いつくと言い換え可能というふうに考えていただいてもよろしいでしょうし、グレイトインベンターですね。発明家。それが皆さん、インベンション、発明につながりますよね。しっかり言い換えが行われております。で、皆さんヒントにしたのは、これですよね。対比を含んでる文章中。そしてこれだったら、皆さん一般動詞の右側ですよね。ですから情報構造バッチリです。さあ皆さん第4段落でございます。まずは空所28番ですね。選択肢残ってるものこれでございますので、よろしくお願いいたします。で、皆さんヒントですが、空欄の左側のプラントベースとですね、植物に基づいたという話が選択肢の中にあるかと思います。もちろん正解は G ですよね。皆さんこの下線部引っ張ったところでよろしいかと思いますが、皆さんベジタティブというですね、皆さんベジタティブ植物のということでよろしかったかと思います。ですから皆さんプラントベーストということを皆さん言い換え可能でございますので、バッチリです。で、皆さん本文のヒントですが、これですよね。皆さん B 動詞の右側がヒントになっておりますので、情報構造バッチリです。さあ皆さん続いて29番残りの選択肢の中からお願いいたします。で、皆さんありがたいことに、however ですよね。しかしながらということで、反対対比でございます。ですから、この本文中にヒントがあるはずですね。で、皆さん特に文末のグレートウェルスアンドパワーですね。これの言い換えが可能な選択肢があるはずです。もちろん正解は D ですよね。皆さんこれでございます。アッパークラス上流階級。もちろんこちらですよね。素晴らしい大きな富と、そして権力ですよね。莫大な富と権力を持った人々の話でございますので、上流階級と言い換えバッチリですね。で、皆さんヒントにした文章ですが、やはり対比を含んでる文章中ですよね。もしくは前置詞の右側と考えていただいてもよろしいかと思います。さあ皆さん第5段落でございます。さあ空欄30番に残った選択肢3つの中から考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さんこれもありがたいことにですね、皆さん直後に however、ぞうですよね。対比を示す語句がございますので、ですからこの右側の文章が最大のヒントになるかと思います。で、皆さん、このあたりの言い換えが見つかりますよね。ですが、正解は F ですよね。皆さん、パーキンズファクトリーということで、皆さん、ちゃんと工場でつながってますよね。バッチリでございます。ですから、やっぱりヒントは対比ですよね。非常に重要ということが分かっていただけるかと思います。皆さん最終段落でございます。皆さん、空31番でございますので、残りの2択お願いいたします。で、皆さん、ヒントはオフコースですよね。皆さん、オフコースとセットで使える表現がありますよね。もちろん正解は B ですよね。皆さん、however が入っておりますね。皆さん、後でホワイトボードで説明するんですが、皆さん、オフコース、もちろんときたら、後ろはうにゃうにゃだがということで、よくバットなんかと併用しますよね。で、今回はバットと代わりができる however ということで、よろしいかと思います。皆さん、文化構造学部お疲れ様でございました。皆さん、空小習問題扱いましたが、皆さん、これが最大のヒントでしたね。対比はかなり重要であるということを皆さん理解していただけたんじゃないかって、そんな感じがいたします。そして皆さん、最後の問題も特にそうですね。皆さん、情報、うにゃうにゃ、逆説、てんてんてん。皆さん、日本語で言うと、もちろん、うにゃうにゃ、だがーとか、なるほど、うにゃうにゃ、だがーという関係性を示す表現。まあ、英語で言うと、of course, うにゃうにゃ、but. It is to do, うにゃうにゃ、but. こ
こういう関係性を分かっているかどうかを試す問題でございました。でもちろん今日は、バットですね、それの言い換え、however ということが問われておりましたが、もちろんこの早稲田の文化構想学部以外の大学でも、これに関してはご紹介すでに何回かしておりますので、ですから皆さんこれですよね。これを皆さんまた試験中見ました。ということが十分起こり得ますので、これはぜひ押さえといていただけると嬉しいかと思います。いきますかね。ということで、皆さん明日以降もよろしくお願いします。